続いて第1位、2分の1の神話、中森明菜615票。どうぞ。おめでとうございます。あれあれ、ありがとうございます。この方は中森明菜ちゃんですか。はい、中森明菜です。いや、まあ、今までの明菜ちゃんよりずっと若くて可愛いしね、今日は気をつけてくださる人ね。はい、はい、本当に明菜ちゃんですね。はい、明菜ちゃんに今日素敵な、ね、方からメッセージいただけるんですよ。明菜ちゃん、こちらのねモニターをご覧いただきたいと思うんですよ。はい、ちょっと待って、レイナ、そうです、明菜ちゃんのね中学校時代の担任の先生、まあ、山田先生なんです。どっち見ましたね。山田先生、実はこちらのスタジオお越しいただくはずだったんですけれども、何分おめでたのために距離の方に帰ってらっしゃるんです。それで今日はお越しいただけなかったんですが、モニターの方で。先生、おめでとうございます。元気ですか。はい、ありがとうございます。元気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 。あれ、うん、ちょっと今手が出ませんでした。先生じゃないですか。いや、もう一本、なんか広い。先生、中学校時代の明菜ちゃん、一体どんな生徒さんでいらっしゃいましたこと。はい、明るい歌の好きな女の子でした。修学旅行の時なんかバスの中でマイクを独り占めしちゃって、ワンマンショーなんかやってたみたいですよ。やだ先生。見た。中学校時代からお歌が好きだったということで、はい、やっぱり明菜ちゃんらしいですね。はい、それではですね、明菜ちゃんと先生との思い出といいますと、やっぱり修学旅行です ね、 そうですね。それで京都の大文字をバックに今日は歌っていただきたいと思います。はい、はい、じゃ先生一緒に行きましょうね。好き先生行こうね。それでは、はい、中森明菜ちゃんと山田先生にね、はいはい、見ていただこうと思うんですが、はい、2分の1の神話。あ、大文字に火が入りましたね。はい、わけ私は京都思い出して涙が出てきました。はい、そうですよね。お母さん、いつだと念なされ、うなずけば来るが私に、と海の中に心がまた夢見てる。10年半分だけよ、大人の真似、あとの残り、純粋なまま、それでもまだ私悪くないの、いい加減にして。やっぱり明菜ちゃんの心がそのままテレビを通じて先生さんのところへ届いたんですね。はい、と思います。今日はですね、皆さん写真を撮りましょうか。明菜ちゃんもね、先生丈夫な赤ちゃんを見てくれる。そうですね。明菜ちゃん、前危ないですから、僕が守ってあげます。せーの、はい、ポーズ。ちょっと待って、先生、先生